はい、皆さん、こんにちは。下田武史でございます。今回見ていく内容は、アダパレン、加酸化ベンゾイルが2つ入った、アダパレン、加酸化ベンゾイル、ゲルについて確認していきます。代表的な製品としては、エピディオゲルっていうのがあるんですけど、今回はエピディオゲル、どういったお薬なんですかってことを確認していくことになります。お薬を知ることによって、より適切に使用することができるとなってますんで、今回一緒にエピディオゲルについて確認していきましょう。 じゃあこのエピディオゲルなんですが、どういった場合に用いられるのかというと、尋常性座層となっているということです。でも尋常性座層って何かというと、簡単に言うとニキビとなっていますんで、今回のエピディオゲルっていうのはニキビに用いるお薬なんだとされております。じゃあニキビなんで起こるのかってことなんですが、毛穴の表面が詰まってですね、そしてその中で菌が繁殖することによって、 ニキビ起こるとされております。ってことで、ニキビ治療するにあたって何が大事かというと、毛穴を詰まらないようにすること、そして中で菌を繁殖させないようにすることが重要ということで、毛穴を詰まらないようにするお薬が使われるってなっていますし、あとは抗菌作用のあるお薬が使われるんだとなってるということです。じゃあ、そのことを踏まえてもらって、アダッパレン、加酸化ベンドイルってどうやって作用するのかというと、 アダパレンはレチノイン酸受容体に作用して遺伝子転写促進化を誘導する。その結果として皮膚の表面にある角質細胞の分化を抑制。その結果、角質素を薄くする。そして毛穴を詰まりにくくするんだ。っていうのがアダパレンの作用となっております。じゃあ、加酸化ベンゾイルってどうなのかというと、この加酸化ベンゾイル構造を見てもらったらわかるように、 こんな感じで、おうおうって連結しているところがありますんで、酸化作用がすごく強いんですね。ということで、酸化作用によって広い抗菌活性を示す。特に、ニキビの原因となるアクネ菌に対して高い抗菌活性を示すよとなってますね。で、それだけじゃなくて、角質溶解作用、角質剥離作用、面包を減少させるとなっています。ということで、 菌を殺すってことと、それに加えて、皮膚の表面の角質ですね。これをポロ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 落として、その結果として、面棒、これはニキビのことですね。減少をさせるとなってるということで、加酸化ベンドイルは2つの作用あります。菌を殺してくれる。それに加えて、角質を薄くしてくれることによって、ニキビ、起こりにくくしてくれるんだとなってるということです。で、今回一応臨床試験を見ていきますが、この臨床試験、何を比べてるかというと、本剤エピディオですね。 で、あと、アダパレンだけ、過酸化ベンゾイルだけ、どうなんですかっていうですね、国内の試験っていうのはあります。ちなみに、アダパレンだけっていうのを、ディフェリンゲルって言いますね。で、過酸化ベンゾイルだけのものを、ベピオと言うんだけど、ディフェリン、ベピオ、エピディオどうなんですかというね、この比較を見ていくのが、このね、表ということになります。じゃあ、まず、エピディオ使った時と、ディフェリン使った場合どうなのかというと、 総皮芯数減少率見ると、本剤使った時の方が、その割合が高いということで、皮芯を減らす割合っていうのは、エピディを使った時の方が、ディフェリンよりもいいよね、と見ることできます。ちなみに、軍艦差95%新ライフファンとなってるんですが、マイナス16.1、マイナス7.3ということになりますんで、まあいろんな試験にしてもですね、アダパレンよりも本剤の方が、総皮芯減少数が高く現れるというふうに見ることできますんで、 アダパレンに比べて本在。ディフェリンに比べてエピディオっていうのは総比心数減少率優位に下げると言えます。ということでディフェリン使ってあんまりってなった場合はエピディオ使うことによって比脂軽減する可能性高いと見ることができます。じゃあ、加酸化ベンゾイルベピオとエピディオの場合どうなのかというと総比心数減少率見ると本在群の方がちょっといいのかなって感じになってるんですが95%信頼区間の群間差見るとですね マイナス5.1と、あと1.7ということになりますんで、試験のね、やり方によっては、加酸化ベンゾイルの方が、もしかしたら、総皮疹減少率がですね、高くなる可能性があるというふうに見ることできますんで、本在とベピオ見たときに、有意に差があるかというと、有意な差があるとは言い切れない。ただ、数値的に見ると、エピディオの方が、総皮疹減少数が、まあ、高いということになりますんで、 ベピを使ってあんまりってなった時にエピディオを使うともしかしたら効果現れるかもね。より効果がよく現れるかもねっていう感じでそんなに大きな差はないっていうデータが出ているということになりますんでディフェリン使ってあんまりってなった場合エピディオに変えることによって相比芯数減る可能性高い。ベピを使ってそしてあんまりってなった時にエピディオを使って相比芯減少数がそんなに高くなるかというとそんなに大きな差はないと見ることができるとなってますんでエピディオ ディフェリン、そしてベピオ、どうなのかってね、比較を見ておいてもらうといいかなと思います。ちなみにこれは国内の第3相臨床試験の結果となっていて、海外のね、臨床試験の結果なんかもありますんで、気になる人は海外のデータ見てもらったらいいかなと思うんですけど、一応ね、日本においての話がいいかなと思ったんで、今回は国内における第3相臨床試験の内容を見ていったということになります。まあ、添付文書を見てもらうと、海外のデータも見ることができるとなっております。 じゃあ、続いては使用する際の注意見ていきますが、まず一つ目。本材はアザパレント加酸化ベンゾイルの配合剤となっている各単剤よりも皮膚刺激が発現する恐れが高いということになりますので、いきなりエピディを使うんじゃなくて、それぞれのお薬使ってみて、様子見てですね、エピディを使うこととなっていますので、先に各単剤による治療を考慮して、そしてですね、あんまりいいってなった場合なんかにエピディを使っていくことを考慮することとされております。 じゃあ続いて二つ目、三つ目ですね、一緒に見ていきましょう。お薬使うことによって、過敏症、重度の皮膚刺激が認められた場合っていうのは、使用中止することとなっているということですね。本来使用することによって、皮膚がポロポロ取れるとか、赤くなる、刺激感、主張等が現れることがあります。 で、程度に応じては中止する必要あるよねってなってますんで、あまりにも症状ひどい場合っていうのは医師に相談する必要があるとなってますんで、皮膚症状どうなのかってことを見ながら使っていく必要があるよとされております。じゃあ続いて4つ目ですね。日光または日焼けランプ等による過度の紫外線曝露を避けることということで、使用中は過度に紫外線を浴びないように注意していく必要がある。 で、続いて5つ目ですね。使用する時間が夕方から就寝前となってますんで、いつ使うのかって言ったら夕方から就寝前に使用するとなってますんで、使う時間はしっかり確認すると。で、続いて6つ目ですね。治療開始3ヶ月以内に症状の改善が認められないって場合には、合ってない可能性ありますんで、使用を中止するとなっております。で、続いて7個目。症状改善により、本材塗布の必要がなくなった場合は、塗布を中止。 万全と長期にわたって使用しないとなってますんで、症状を改善したって場合は、塗るのをやめてですね、ただただ長い間使うのはやめてくださいねとされております。 はい、では続いて8個目。漂白作用があるので、髪、衣類に付着しないよう注意するということで、漂白作用あるってことを分かった上で、塗るときには注意していかなきゃいけない。眉毛にですね、ついてしまって脱色してしまうってこともありますし、あとは塗った状態で髪がくっついてしまって、それが脱色するってこともありますんで、脱色等には注意して使っていかなきゃいけないよとされております。 あとは塗る場所ですね。切り傷、擦り傷、湿疹のあるところとか、あとは目とか、口唇などの粘膜には塗らないようにしていかなければいけない。あと、目に入らないように注意するってことなんですけど、目に入ってしまった場合はすぐに洗い流すこととなってますんで、塗る場所にもしっかり注意して使っていかなければいけないとされております。 で、最後、副作用なんですが、主な副作用として、皮膚刺激、皮膚糖痛、アレルギー性、皮膚炎なんかありますんで、皮膚症状に注意して使っていかなければいけないよとされているということです。ということで、今回はエピディオについて確認していきましたが、エピディオどんなお薬なんですか使うにあたってどんなこと気をつけたらいいんですかってことをしっかり分かってもらって、適切にお薬を使えるようになりましょう。それでは。